で今ね、あさとくんがね、ちょっとね、せんべろここおすすめよっていうところを平和通り商店街を抜けてめっちゃおすすめに案内してもらいます。どんなところなんだろう。めっちゃワクワクドキドキ。なんかすごいこんな感じなんだ夜の。おこんなところミスター近所もあるじゃん。有楽横丁。あ、なんかここっぽいですよ。せんべろしゃぶしゃぶ。え、こんなもあるの。しゃぶしゃぶリンク2杯で1000円。あ、でもビールは、ビールは含まれないです。2杯の中。いや、でもすごい。や、これ、奈良のめっちゃ奈良のせんべろ文化楽しい。ついてこ、ついてこ。すごい、いろいろある。市場中央通りを横切ってそのまままっすぐですね。めっちゃね、おすすめのお得なせんべろがあるらしいです。あ、なんか足立屋さんとこもある。足立屋さん、この筋。すごい賑わってるじゃん。ここもせんべろ。ここにある。さっきドリンク3杯と刺身と今日のおすすめ。お刺身におすすめの一品ついてる。すごい。めっちゃにぎわってるよ。帰れるかも。行ってみよう。なんかでもスタッフが外人さんが多いね。どうぞって。どうぞ。空いてる空いてる。空いてます空いてます。お邪魔します。さっきからめっちゃ上がってるみたいな。さっき買いました川上鮮魚せんべろ。すごいせんべろ。ビールドラフトだよ。で、今日の一品この中から選べる。今からどれでも一品選べるってこと。すごいな。めっちゃ那覇ってせんべろ天国だね。すごいです。もう平和通りやばいです ね。すごい、なんかワクワクするね。ワクワクするでしょ。ワクワクしまーす。めっちゃワクワクするね。なんかすごーい。暑い時は。2軒目だよ、2軒目。2軒目もせんべろいっちゃうよ。めっちゃ安いやん。これがね、せんべろドリンク3杯ドリンクプラスドリンク3杯です。で、これとこれ。そうすごいっすよ。ドリンク3杯にこのお刺身セット。これお一人一人一つずつですからね。一人一つずつプラス。プラスね、一人この中から一品。やばいでしょこれ。あ、ビビるか、ビール。あ、そうそう。はい。じゃあ、お久しぶりです。2軒目。お刺身以外の単品の中から今日のゲストさんはね、あら汁。で、私チョイスはテビチ。でもすごくない？ドリンク3杯に、まあ、テビチにこのお刺身付きで
これで1000円。すごい。価格破壊だよね。いや、すごいわ。すごいですよね。ちょっとお刺身から、これ何だ、マグロと何だろう、カジキマグロみたいな感じかな。何これ何？魚。魚。魚。魚の刺身。すごい、いただきます。全然美味しいじゃん。もう正直この値段で出せるからお刺身大丈夫？いやもうちょっと、いや全部高いですよね。そのね、系列してるのも名前自体がそっか、川上新鮮せんべろだから、お魚系は使ってる鮮魚屋さんの鮮魚だ。だから美味しいんだよ。そうだよね、鮮魚鮮魚ですから鮮魚、そこ間違いないよ。大丈夫、すごい。手口も結構なんかちゃんとしてね、しば焼き目もしっかりついてる、うん、に手口だけじゃなくてね、ちゃんとね大根の煮しめもね、3個も入ってる。めっちゃ3個も入ってるよ。贅沢、わがまま手口だよ。でもこれで300円で単品で取っても安いですね。めっちゃ柔らかプルプル。本当にめちゃくちゃ柔らかプルプルだよ。いただきます。コラーゲンたっぷりだから。明日プルプルだめよ。焼き肉500グラム1000円だけど、安くないですか？500グラム。これね、2杯目。私ビールなんだけど、これなんとね、ワインがジョッキ。そしてこれがコークハイ。もうすべてジョッキ。濃い赤ワインのジョッキって。ハイボール。ジンジャーハイ。ジンジャーハイに濃いワイン。濃いワインにハマっちゃったね。あ、結構これちゃんとアルコールは。飲んでみて。ちゃんとアルコール、ちゃんとアルコールって言ったら失礼だけど。ね。結構しっかりアルコール、ちょっと酔っ払ってきたよ。今日センベル大事なんだけど、これ6回目なんでね。そうで、しかも量もあるしね。ね、それ本当、しかもジョッキだから。これでもワインがジョッキってびっくりよね。ちょっと薄まっていかない、クラッシュだから、ね。濃いワインだけど濃くなくない？クラッシュってどういう意味ですか？このクラッシュを氷に入れる。ああ、なるほどね、そういうことか。これがクラッシュ氷。
お、大根寿司売ってる。肉ベロ、ここが肉ベロ？はい、肉ベロもあります。おお。すごい。また次ね。